ハロー、ヤマケンチュー。はい、始まりました。今日はですね、10.9東京ドームから25年目の10月9日、10.9記念日でございます。イェーイボン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 、パフパフパフ,パフー。ということで、久々に10.9のお話を何かしたいなと思います。 ちょっとまずね、えー、10.9を振り返ってみ、えー、たいと思います。えー、今、私はですねウィキペディアをね見てるんですけども、えー、1995年10月9日、月曜日だったんですね、東京ドーム、えー、6万7千人超満員札止め、6時半からね試合開始で、えーね、会場に入れなかったね人たちがあの会場の外でね、 ねえーもううん、音だけ聞こうなんて言ってね、えー、いっぱいいて、えー、あのテレビの,、ね、あの特集とか、ね、含まれたりしてましたよね、えー、トゥナイトだったかなあのなかあいうのとか特集とかでも見ましたけすごい外にも人が、ね、いてねはいで、えー、第1試合 石澤時光永田悠史、えー、VS 金原博光桜庭和志30分一本勝負タッグマッチですね10分47秒ん 10, 10分47秒で石澤選手が桜庭選手から三角締めを取ってシニョンプロレス組が、えー、まず1勝を挙げたと第1試合 で第2試合が、えー、私ですね大谷紳、えー、次郎選手対私で最後、えー、チキンウィングアームロックですねえー、木村ロックとかもとも言いますねここはねダブルリストロックとかもいいますねいろんな呼び方あるんですけどね最近なんかであの海の向こうでは桜庭ロックなんてねいうふうに言われたりなんかしますけども、えー、15分一本勝負シングルマッチ7分18秒7分やったんだね はい。で、私は負けました。はい。で、また、新日本チームの、えー、2勝目になりますね。で、第3試合、飯塚、えー、選手対高山あ、帝王ですね、高山選手、えー、の試合は、30分一本勝負、シングルマッチ7分39秒、腕ひしぎ十字固めで、えー、高山選手、高山さんが勝ちました。ここで、初めてですね、U インター、 の一生でンンターファンが、ね、歓喜して、えー、喜んだというねはい高山さんのあの鬼の形相ね今でも忘れられないですね細い時のね高山さんで髪がロン毛で異様でしたよねはいで第4試合重心サンダー・ライガー VS、えー、佐野直樹佐野さんですねこの時は佐野さんが猛攻、えー、原爆固めっていうんですか で勝ったと30分一本勝負シングルマッチ10分10 14秒結構やりましたねこれは見せるねプロフェッショナルな試合でしたねそして、えー、本当はですねそのあとにう腸の腸の腸の宮戸が組まれてた予定だったんですけどそれがなくなって えー、その後が、長州 VS 安城さんですね。えー、45分一本勝負。ここ45分なんですね。シングルマッチ4分45秒。意外と短かったですね。サソリ固めで、長州行き。入場はね、もうすごい盛り上がりましたね。地鳴りが起こったぐらいの大ブーイング。安城さんに浴びせられた大ブーイング。今でもね、忘れられないですね。はい。 で長州さんのさそり固め必殺のさそり固めで安城さんが散ったとで、えー、第6試合が佐々木、えー、健介選手対、えー、柿原正人選手、えー、膝十字固めで柿原さんが勝ちましたでここまででですね、えー、3勝3敗、ね、お互い3勝でタイだったんですねこの第6試合まで。 いい感じで、えー、来てたんですよね。で、えー、セミファイナルが橋本晋也選手対、えー、中野達夫、えー、選手、えー、で、えー、これは45分一本勝負シングルマッチで7分20秒で、えー、橋本選手が、えー、中野さんから取った、三角締めで取ったという、ね、ことで、えー、ここでまた新日がリードしたと。 で最後、えー、メインイベント、えー、無党選手対高田、えー、本体の試合は、えー、IWGP 選手権試合ということで、60分一本勝負、16分16秒の死闘の末、えー、足四の字固め、なんとなんと古典的なね、プロレスの技である足四の字固めで、高田さんは敗れてしまったというね、ことでございます。 はい、えー、ちょっとざっくり振り返ってみ、えー、ましょう、えー、第1試合、えー、石澤選手、永田選手とのこのねあの金原桜庭組今思うとこれもすごいレアなカードですよね、えー、レスリングエリートの石澤選手そして、えー、ね 殿堂入りになった桜庭和志がここにいて、えー、後に石澤選手もね、えー、剣道家臣として、えー、また石澤君光として、えー、プライドなんかにも参戦しましたね、えー、お互い桜尾さんもレスリングねやってましたけどもまあ石澤選手のがアマレスでは勘目は上だったんじゃないでしょうかね桜庭さん中央大学のレスリング部主将はやってましたけども まあ、石澤選手の方うがあの多分レスリングエリートだと思いますね。でそんな中で、えー、この、ね、第一試合でブルージャスティス永田選手もいますし、えー、金原選手、金原さんもいますね金原さんがこの時裸足でねで出てきてね、えー、試合後に、えー、インタビュー囲みインタビューでい石澤、永田陣営はえらい怒ってましたね何なんだあいつはと。 これはプロレスなんだと、ね。で、あの、キックやりてんだったら、あの、どっか行けみたいなね、感じでしたよね。うん。じゃこれもその1第一試合、第一試合がこのタックマッチっていうのは熱いですよね。これ、シングルにできなかったあー、これ唯一のね、タックマッチなんで、シングルにできなかったのは時間の問題でしょうかね。 シングルだったらどういう感じだったんだろうね。金原、長田対石澤、桜庭みたいな感じだったのかな、うん。シングルでもね、見たかったような気がしますね。はい。で、第2試合は僕と大谷選手ですね。まあ、これはもう以前のね、あの動画でも、えー、エピソードシリーズの動画でも、はい、この時の感想は述べてますけど。 まあまあまあ最後にね、このダブルリストロック、この第一試合もそうですけど三角締めなんですけど、こう、優の選手に対して関節技でフィニッシュを奪おうとする新日勢というね、のが色濃く顕著にこう、その思いがね、なんかこうね、潰してやろうっていうね、潰し合い、団体同士の潰し合いとしてね、始まってますから、潰してやろうっていうのが、こういうフィニッシュ、ね、ホールドに現れてますよね。うん スリーカウントはね、我々もこう、絶対、あのー、嫌なんでね、やっぱこう、関節技はもっとでも嫌でしたね。でもそういう感じですよね。はい。で、まあ、あのー、大谷選手はこの、代々木第2で、その後ね、うちの大会で僕がやり返すんですけど、その時に、あの、U インターのファンがやっぱり、代々木は多かったんで、 したらあの試合中に大谷選手がいちいちこうカリカリしてです、ね、あの客に食いついて、ね、客のやじに、ね、反応しちゃって、ね、あうるせえこの野郎ぶっ殺すぞみたいな、ね、感じで、ね、あの客とやり合ってましたよ途中でね。あの何に腹立ったかって言たらタックルしてからのその後の関節技とかそういうのが、まあ、要するに UWF の選手じゃないんでそ,のそんなに持ってないというね。レスリング そういうサブミッションがないんで、そこから何もできないみたいなところで、えー、焼きもきしてたと。で、それを客がやじってたと。いうようなことがありましたね。で、収まりつかないで、僕が買った後も、その控室で、こうね、囲みでマスコミに、あの、えー、当たってたと。当たり散らしてたと。えー、で、それを、えー、 安田忠夫が必死で止めてたというね、映像がありますけど、それは滑稽ですけど、ちょっとね、今、今となってはね、安田忠夫が止めていると、必死でというね、面白かったですね。はい。まあ、どっかに落ちてたら皆さんも見てみてください、また。はい。ということで、次、第3試合の飯塚選手と高山さん。ここでね、高山選手がね、 勝つことで、えー、暗いムードだったユー,ユーインターファンが一気にね、盛り上がったんですよね。えやっぱ高山さんはやっぱり、あの、細かったのもあったんで、この時、グッドシェイプにしてたから、異様にでかく感じましたよね。この当時の高山さんはね。えでもうすごい怖い顔ですよね。だから、と <laughs>。 僕はあの立って雄たけびをこう上げてた高山さんがすごい印象深いんですけどあのまた皆さんそこのところに注目して見てもらえるとでいちいちですねその攻撃をする時にすごい叫んでる顔が全部怖かったというねあのこれ多分子供が見たらあの泣き叫ぶと思うんですよね。 女性子供にすごい見せ,見せられるプロレスみたいな感じでやってますけどこの時代まではまだまだあの女子供にあに優しくないプロレスだったような気がしますねはい <laughs>、はいえー、あそうそうそうあの高山さんの,あのこのフィギュアがねあの新しく出たんでこれあの予約してですね私あの購入したんですね これあの,あのちょっとまだ開けてないですけどねちょっと開けてみましょうかねこれねよいしょ初ですよ本譜初じゃーんおー出てきたお,お,お本譜初おこうなってんだおおすげえこうなってんだすごいなよいしょよいしょおおすごい これはすごいですよ、これ。金髪になって、あの、ノーフィアーと、ここ、服、T シャツ、ここ、ノーフィアーって書いてますね、これね。ノーフィアーの頃のね、高山さんのやつですね。ああ、これすごいね。ああ、いいねよ。よくできてるね。似てるねあ。胴体のとこが動くのかあ。胴体のところちょっと動きますね、これね。胴体がちょっと動きますよ、これ。はい。腕も動くのかな腕も、腕は動かないあ。あ、腕もちょっと動きますね。 腕も動きますね、これね。腕動きます、はい。腕をこうやって動きますね。はい。いいですね。これはいいわ。これ初めてああ、あの、最近の動画でね、あの、こう飾ってたんですけど、開けたの初めてですね。気づいた人、ね、あの、いたと思うんですけど、これ開けたことなかったん、ね、で。よいしょ。よいしょ。 ということで皆さんもあの高山堂に行ってですねぜひ高山グッズをちょいちょいね何かあの高山さんの新しいグッズが出たらあの買ったりしてるんですけど T シャツとかあのこれもこれいいっすよねこれこれ,これ出しとこうかなこれねこれいいな。 なルッキーいいよなこれなほらほら高山さんやで、はい、<laughs> これい棄いしてこれ皆さんで、ね、よかったら、はい、そんなに高いもんじゃないんで4,000円ぐらいなんで、はい、あのよかったら買ってみてくださいそれであそうそうあのこれ買った時にですねあの高山さんの奥様から手紙が入ってて えー、ちょっと読んでみますね。「山県お元気ですか?」と「お買い上げありがとうございます」「気持ちですが、えー、おまけ入れておきます」「切れるかな」「ではまた会える日を楽しみに」「夏子」ってねこうやって手紙をいただきました。ありがたいですね。でえっ、ー、とーなんとですねその僕も持ってるのがあったんでですね あの、これを今見てくれている人で、コメント欄にですね、コメントを入れて、え、もらえればですね、あと、ま、あいいねですね、いいね、グッド評価とか、あの、あとできれば私のあの、ツイッターとか、あの、フェイスブックとか、あの、と、つながってフォローしていただいた、 ありがたいんですけど、そういう方でコメント欄に、えー、フォローしましたーって言っていただいて、いいねしましたって言っていただいて、えー、T シャツとかこういうグッズが欲しいというね。T シャツじゃないですね。これ高山さんのあの、あのー、あれですよ、ね。高山マニアの時のタオルですね。と、この、これあのー、買い物袋、えー、トートバッグって言うんですか。えー、ね。あのー、 これとあとこの、えっと、ステッカーこの3点私もあの持ってるんであの別途このその3点をですねあの欲しい方抽選で3名の方にあの山ンチューブ見てくれてる3名の方にプレゼントしますんであのいいねしたよと Twitter フォローしたよと。 で、コメント欄に入れて欲しいよって入れてもらえれば、あの、思い思いを込めて、10.9に対する、えー、思い出だとか、高山さんに対する思い出だとか、えー、そういうなんかコメントを添えて、えー、送ってください。抽選で3名の方にこれ送らさせてもらいますんで、はい。押す。ね。 じゃあ次きます <laughs> えー、次はあの佐野さんですよね佐野さんは今あの京都でね、あのー、焼肉屋をオープンされていつかちょっと行って、あのー、コラボ動画撮らせてもらおうかななんて思ってるんですけど昔のお話をしながらですね佐野さんと。 動画にも作ったんですけど、佐野さんと僕が組んでライガー金本組とですね、伝説の喧嘩ファイトをやったのがあるんで、それについての、なぜ私を助けに来てくれなかったのかみたいな話を聞いてみたいなと思うんですけど。いや、この試合は沸きましたね。ライガーさんがさすがですよね。この佐野さんが持っている引き出しをね、出そう出そうと、もう試合前からね、挑発してましたけど、 えー、ついに佐野さんがね優にもう染まったのに、えーね、トップロープじゃないあの場外に、えー、いるライガー選手にトペでね、えー、飛んだとあ,あれはもう圧巻でしたねいやーすごい盛り上がりましたんで最後はね佐野さんが、えー、タイガースープレックスですかで、えー、勝ったというねすごい試合でしたねこれもねはい。 で、その次が、えー、ね、ミスター、Mr. 200%、安城、えー、ね、幼児 VS 長州力。もうすごい地なりでしたね、さっきも言いましたけどね。あの、横、その前に前哨戦が横浜アリーナ、横浜であったんですけど、その時もですね、安城中野組対長州中田でもうすごい地なりで。 後にも先にもこんなに地鳴りを起こしたあの試合はないんじゃないかっていうぐらいの地鳴りですよね。あんなの僕は未だにこう見たことないですね。はい。そんな大ブーイング、そしてみんながもう足を鳴らしてね、えー、もう大興奮したというね、試合ですよね。すごい歴史的な試合だったと思います、この試合は。 まあ意外とタイム見たら4分45秒でね短めだったというねえのを今改めて見てへえと思ってもうちょっと仕事し,ねしろよってちょっと思いましたけど <laughs> みんなの半分ぐらいしか働いてないです半分以下半分以下半分か半分以下 <laughs> はいじゃあ次ですね佐々木健介選手対掛川さんまさかのね バック取らられてからの殿下の方と膝十字ねこれも有形の選手お箱の技なんですよね後ろ取られたら足にねくるっとこうね消えて膝十字を取るっていうねさすがでしたこれはこれは,これはあのスピードに負けたって感じですねパワー対スピードねちょっとこうあの柿原さん見てたら小さい健介に見えるんですよね 健介さん見たらでかくなった柿原さんにも見えなくもないんですけどあの、まあ、ちょっとあの当時のヘアスタイルとかあの風貌がなんとなく雰囲気が僕は似てたな二人は似てるななんてね思って見てたんですけどまあ柿原さんがあの、ね、いい仕事しましたねでその後のケの健介選手の,あの囲みのインタビューがですねまた伝説になりましたよね正直ポカしたとあポカした正直ポカした あ,あポカしたってね <laughs> あれはもう伝説になりましたはいで、えー、なんと次はセミファイナルがいよいよ我らがね信ブ、えー、博多男中野達夫、えー、ね選手対、えー、今ね亡き橋本信也選手の伝説のね、えー オーデブ・コデブ対決なんてね言わ,れ言われてましたけど、えー、そういうあのー、まあもうあのー、これはもうこれでもう大いに盛り上がってええー、ねこれ僕ねやっぱりねさすが中野さんだなと思ったのはこの大きいね自分よりも大きい橋本選手をジャーマンで投げたんですよね。でそのまたジャーマンが速いんですよ。 高速ジャーマン僕もジャーマンねあの得意でしたけど中野さんやっぱりねスープレックス上手いですよねでもうそういうそこをねちょっともう一回皆さん見直してもらいたいんですけど中野さんのジャーマンいいんですよ、ね、えあれはいいですよ本当にでその後ガーンっつってねあれいいんですよねあのベイダーとやった時は投げれはしなかったんだけど後ろから足蹴っと。 膝の裏蹴っ飛ばして、あの膝つかせて、こう、後ろから首絞めたりとかね、結構中野さんのスタイルね、面白いんですよね。結構この2人、スイングしてたんじゃないかなって、えー、思いますけどね。はい、最後はまあ橋本選手の えー、あれ垂直落下からの三角締めでしたっけねなんかちょっと忘れましたけど三角締めで中野さんも負けてしまいの変則的なですね三角十字ですね三十腕も取られてる状態でね決められてましたねはい,いやこの試合今見直しても僕は中野さんいい仕事してるなって思いますね、まあ、橋本選手はねもうあのー さすがというかやっぱりあの一発一発が、ね、あの重みがあってあのプロレスラーとしての,、ねこのまあ、新日本プロレスの中では唯一と言っていいんじゃないかと思うぐらいこの、えー、怖さが、ねえー、を出せるような選手でしたよね、はい、強さとか、ね、怖さとかを出せるような選手だったような気がしますね。はい はいでえー、メインが、えー、武藤さん対高田さんですね、体いやー、でもこの試合はですね、もう本当にですね、16分これやったんだけど、この本当にいい試合、今、振り返ってもこう、何度見てもですね、色褪せないプロレスリングとしてはですね、昭和のプロレスリングとしては、本当にいい試合だったんじゃないかなと、あとこの2人の入場がですね、どっちもかっこいいんですよね。 もう占領役者とはこのことよと、えーね、プロのお互いオーラをね、えー、まとってすごいいい、えー、この記念すべき10.9東京ドーム6万7千人の大観衆そして外にもたくさん入れなくて、えーね、音だけ聞いてこうね、えー、見守っていた人たちがいる中での、えー、この試合は。 えー、なんとうちの温帯があ負けてしまうというね紫のパンツをそこで、えー、終了させてしまうみたいな紫パンツ終了記念みたいな最強の名を欲しいままにしていた紫のコスチュームとともに、えー、高田温帯はやっとったんですがここで武藤天才武藤刑事に 負けててしまって、えー、紫のパンツを封印してしまったというね後にはい、ね、でこれ次が青いパンツになって、えー、2回目武藤さんとやった時高橋さんが勝ったんですよね青いパンツになった時の心境紫から青になった時の心境っていうのはねまたどっかで音体に聞いてみたいなって機会があったら思いますけどねはい。 まあそんな感じでですねちょっと、えー、今日は「10.9」から25周年なのでちょっと 10.「10.9」を改めて振り返ってみました、えー、今日は夜はね店でも「10.9」流しながら私は懐かしんで。 ちゃんとワイワイやりたいと思いますよかったら花の金曜日に皆さんうちのお店にも遊びに来てくださいで、えー、よかったら高評価お願いいたしますはいでは、えー、今日のところは以上となりますではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら